世田谷警部交番警部交番とは、交番のうち、通常警部補または巡査部長が務める交番所長に、警部の階級にあるものがついている交番のこと。名称については、警察本部によって異なることがある。なお、この項では、交番所長に警視が当てられる交番についても扱う。通常の交番に比べ規模が大きく、運転免許の更新手続きや、 車庫証明などの各種申請、届け出事務が可能で、大規模警察署の主要箇所などに設置される。近年、少子高齢化や段階世代の定年退職による人材不足と財政事情により、警察官の増員がままならない状況において、特に小規模警察署の統廃合により、人員の配置を適切にするべく、統合され廃止となった警察署警部交番や、 文庁舎などに改組して設置する例も多い。警察署には、留置場などの設備、地域化や刑事化交通化といった実像的部署のほかに、広報配置とも言うべき会計課や刑務課の設置、署長や副署長などの配置が法令で定められており、警察署を統合して、警部交番や文庁舎とすることにより、会計課や刑務課などの設置を、不要とし、人員を削減することが可能となる。 なお、削減された人員を治安維持活動や住民生活に直接関わる部署である地域課や刑事課、交通課に回し、その人員を警部交番や分庁舎に配置することで、結果として警察署が廃止されても治安維持活動は逆に強化されることもある。また、市町村合併などに伴う交番、駐在所の統合整理において、 警部交番への格上げが行われることもある。その基準はまちまちであるが、地域情勢の変化、庁舎建て替えや旧警察署の統合からの経年などを考慮の上で一般の交番、駐在所に転換されるケースもある。幹部交番や警察署分庁舎といった名称を用いる警察本部もあり、栃木県警察、鳥取県警察、岡山県警察、佐賀県警察、 鹿児島県警察では、警部交番にあたる施設に、幹部派出所、兵庫県警察では、警視派出所、島根県警察では、広域交番、茨城県警察、警視庁では、地区交番、三重県警察、愛知県警察、山口県警察、奈良県警察、富山県警察では、幹部交番という名称を用いる。江庭交番函館方面本部旭川方面。 本部上須警察署の開設に伴い、鹿島警察署より移管される。出典は千葉県霊紀州より、出典は警視庁告示より、警視庁に置かれる地区交番の署長には警視を持って補設られている。以上すべて2007年4月1日に設置。橋本警察署、高野幹部交番。ありがとうございます。